タイトル世界の偉人魔法の言葉、名言集、パートナナ、ここ、シャネル、こんにちは。本日の話題は、ファッションと自己表現のアイコン。ここ、シャネルの名言に触れます。ここ、シャネルは、ファッションには2つの目的がある、快適であることと、美しいことだと述べました。彼女は洋服が単に内見を飾るものでなく、自信と快適さを与えるべきだと信じていました。また、彼女は成功はしばしばあなたが放棄することを決めた時に訪れると言っています。シャネルは挫折を乗り越え、自らのブランドを築き上げました。人生とは自転車に乗るようなもの、バランスを取るためには動いていなければならないとの言葉も残しています。常に前進し続けることが逆境を乗り越える秘訣と彼女は感じていたのです。ここシャネルは自立と勇敢さの象徴であり、彼女の言葉は今日も多くの人にインスピレーションを与えています。名言翼を持たずに生まれてきたのなら、翼を生やすためにどんな障害も乗り越えなさい。以上、ここシャネルの名言をお届けしました。彼女の言葉に勇気づけられ、新たな一歩を踏み出しましょう。ありがとうございました。